福祉の仕事を希望する人を対象にした合同説明会が、今日奈良市で開かれました。この福祉のお仕事フェアは、現在就職活動中の学生のほか、福祉の仕事に興味のある人を対象に、県福祉人材センターが毎年開いているものです。 きょうは現役の介護福祉士で福祉の担い手を増やそうと活動する中濱孝之さんと福祉や介護の現場で働く3人の職員とのクロストークが行われましたその中で、福祉の仕事を選ぶきっかけとなった話や働きがいがあるそれぞれの仕事について意見が交わされました。 また、会場では高齢者や障害者の福祉施設など県内60の事業所がブースを設け訪れた学生などからの質問や相談に答えていました。